皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学、正の数、負の数の今回5回目。今回は正の数、負の数の減法、引き算の計算についてお話しします。この引き算というのは実は足し算に直して計算するんですけれど、まずその計算の仕方、なぜ足し算に直すのかということを説明して、後半では計算練習を4問やってみたいと思います。いろいろ説明はあるんですけれど、そのうちの一つね、なぜ足し算に直すのか、紹介します。これはマイナス1000円増えた、これはどういう意味になるでしょうかね。増えたから喜んでいいのか、違いましたよね。マイナス負の符号がついていると、実はプラス1000円減った、ね、こういう意味になるんですね。つまり負の数量というのはその言葉の反対の意味、これを表します。ですからプラス5引くマイナス3、この式でマイナス3を引くということはプラス3を足す、こういうことになるんですね。負の符号がついていると反対の意味になる。だから引くマイナス3って、マイナス3を引くんだったら普通の言葉、正の数の言葉に直すとプラス3を足すと、こういうことになるわけです。ですからプラス5引くマイナス3、この式はプラス5足すプラス3と、こんな風に書き換えられるんですね。これを計算すると同符号同士の足し算なので、共通している符号プラスをつけて数字を足し算、5足す3は8ですから、答えはプラス8、このようになります。括弧今マイナス6引くマイナス4、これも同じように考えます。マイナス4を引くということは、ね、マイナス6足すプラス4を足すと、こういうことになりますね。これはマイナスとプラスの数、異符号同士の足し算です。絶対値を見ると6と4ですよね。絶対値6の方が大きいです。6についている符号はマイナスですから、答えは負の符号マイナスをつけて数字同士絶対値は引き算します。6引く4で2ですから、マイナス6引くマイナス4の答えはマイナス2と、こうなるわけです。このように正の数、負の数の減法、引き算は足し算に直して計算します。この時引くこの符号を足すに変えると、この括弧の中の符号がここではプラスですね、逆になるんですね。こう考えて正の数ね、後ろに引く数が、正の数が来た時も同じように加法足し算に直して計算することができます。括弧3プラス3引くプラス5、これをプラス3、ここをプラスにすると後ろの括弧の中に入っているプラス5、この符号がこのプラスマイナスになってマイナス5と、こんな風に直します。これは異符号同士、プラスとマイナスの数の足し算なので絶対値を見ます。絶対値は3と5ですよね。もろんは絶対値大きいです。絶対値5の方の符号前を見るとマイナスがついていますから、答えにはマイナスをつけて数字同士は引き算、5-3をやると2でマイナス2、これが答えになります。括弧4番マイナス7引くプラス2、毎回毎回この部分書くの大変になっちゃいますよね。まあ最初は丁寧に書いた方がいいんですけれど、だんだん計算に慣れてきたらここの部分にこの変更した足し算の式書いちゃいましょう。どうするかというと、マイナス7引く、ここの部分を足すに変えちゃいます。
そして足すプラス2のこの括弧の中の符号をこうプラスの場合は斜めに消して上に引くと、こう書きましょう。そうするとマイナス7足すマイナス2と、こういう式になりますよね。負の数同士の足し算、同符号同士ですから共通の符号のマイナスをつけて数字7足す2で9ですから、答えはマイナス9と、このように計算できるわけです。つまり引き算を足し算に直すとき、足し算に直したらその後ろに来る数字の符号、プラスだったらマイナス、マイナスだったらプラスに変えて計算していけばいいわけですね。では次は計算練習に移ります。では計算練習をやってみましょう。この計算をするとき、引き算の原本は足し算に直して計算すると、そしてこの直すとき、引く数の符号、引く数というのは後ろに来ている方の数字ですね、この符号をマイナスならプラスに、プラスならマイナスに直して計算すると、このことがここでやる一番大切なことなんですね。では次の計算をしましょう。4問やってみます。カッコ1、マイナス4引くマイナス5と、ここを足し算に直します。足し算にすると後ろの数字の符号、これ逆になりますね。これマイナス5でしたら、ここがプラス5になります。そうするとマイナス4足すプラス5、異符号同士の足し算です。絶対値は4とこで5の方が大きいですね。5についている符号はプラスですから、答えは正の数プラス、これをつけて数字は引き算、5引く4で1でプラス1が括弧1の答えです。括弧2番、プラス3分の2引くプラス6分の5、ね、分数でも小数でも同じです、計算の仕方。この引き算を足し算にすると、そうすると後ろの数字の符号が逆になると、プラスですからこれマイナスになる、こういうことですね。これ分母が違った数字なのでこれ通分します。ではここで通分した計算を書いてみます。プラス、分母を見ると3と6ですよね、最小公倍数は6ですから分母を6に揃えます。プラス6分の4足すマイナス6分の5、こうなりますね。異符号同士の足し算になりました。絶対値を見ると6分の4と6分の5です。6分の5の方が大きいですよね。ですから答え、ね、6分の5についている符号マイナスをつけて6分の5引く6分の4をやると6分の1となって、マイナス6分の1がこの答えになります。カッコ3、プラス 1.3 引くマイナス 0.8、 ここの引き算を足し算に直すと後ろの数字の符号が逆になります。マイナスですからプラスになりますね。つまりプラス 1.3 足すプラス 0.8 ですね。同符号同士の足し算ですから共通の符号のプラスをつけて絶対値を足し算、 1.3 足す 0.8、 2.1 ですね。小数でも計算の仕方は同じです。4番、マイナス3引くプラス7、ここの引き算を足し算に直すと引く数、後ろの数字についている符号が変わります。プラスがマイナスになってマイナス3足すマイナス7という式になりました。これ同符号同士ですね。ですから共通の符号のマイナスをつけて数字絶対値は足し算で3足す7で10ですから、答えはマイナス10、こうなるわけです。要点大切なのでもう一度読んでおくと、ね、この引き算、この原本は足し算、加法に直して計算すると、そしてこの時引く数の符号を変えると、どういうふうに変えるかというと、もし引く数、後ろの数にマイナスがついていたら足し算に直したらその逆のプラスにと、もし後ろの数がプラスだったら、これ引き算を足し算に直した時プラスをマイナスに直して、これ全て足し算で計算すると、
こういうことです。今回は正の数と負の数の減法引き算について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。